どうも、アメリカ歴史隊の宮迫です。さあ、というわけで今日はですね、はい、騒動後初となりますけども、はい、実のお父ちゃんが来てくれます。はるばる東京へ。はい、いつも脳が見えるぐらいハゲてるって言ってたその親父がハゲながら新幹線に乗って東京に来てくれております。東京駅の前で待ち合わせしてるんですけど、そこ で動いてるホモサピエンスの中で一番ハゲてると思うのですぐ見つかると思う。人類で一番ハゲてる、はい、そんなお父さんを迎えに行ってきます。はい、さあ、というわけで、ホモサピエンスの中で一番ハゲているお父さんがおそらくハゲながら解説を出てくると思いますので、迷ってるみたいなんでちょっと電話しますね。親父とはだらけでいつも電話してます。あ、もしもし、わかった、そのまま改札出てきていいから。え、どういうこと。まあまあ上げてる人多いねんな。いや、俺今違うわ、あんな若いわけない。おいや、こっちから。いや、中からな。お土産ありがとう。優しい。いや、お土産やない。俺が接待するよって。さあ、お父さん。はい。念願のお寿司。いや、本当ありがとうな。いや、とんでもございません。素晴らしいお店。本当、ね、前見てもね、こういう板さんはなんかほっとするな。嬉しいな。あ、そうなの。うん。じゃあ、でも飲み物、飲み物何？何の？僕はハイボールください。わしは先にビール、ビール待って、その後お酒もらいます。はい、わかりました。いいね、昼間から親子で。いや、久しぶりなんですよ。あ、そうなんですね、うん、どういう顔しとんかなって思って、陶芸見た時に、あ、なんかホッとするとね、嬉しかったね。うん、ですよね。まあ、いろんなね、あったからね。まあ、でも、良かった。何でそれ、歯切れの悪い。いや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 俺が記者会見とかやってた、うん、あの時どう思ってた。うん、あ、見たの見たい。あ、見た見た。いや、見てね、どこから言われたけど、まあ、自分なりで見て素直にな、まあ、言うたら、いや、もらいましたと申し訳ありませんと、うん、パッと言うたら、あれはあれで収まったもんね、うんうんうん、だけどそれはまあいろんな事情があったからな、うん、あなと思うんやけど、うん、だけどやっぱり人はな、うん、乾杯しようか。あ、そうか、はい、乾杯。はいです。いろんなことで苦労はしたけど、うん、それでな、でもいろんなことあっても、まあ、こうして、まあ、頑張って来れたから、今からやね、今からああちゃんとぼちぼちでいいと思う、うん、で、自分もお世話になったいろんな人も、相方含めてな、いろんな人に対するこの気持ちのね、大事さをね、まあ、持ってくれたらいいなと。それはもちろん、うん、それとやっぱりまあ家族ね、家族にやっぱりいろんなことを心配かけてすまん、ありがとうというのさえな、思ってくれたらそれいいと思います。あんまりね、うん、こう萎縮してな、ことで、まあさ、いろんな言う人おると思うよ、うん、どうやこうやと。でもそれは、まあ、言いたい人はね、どんなこと言うたって言うからや。まあね、うん、それはそれでな、いいと思う。だから今日は美味しい寿司食べて、俺はにっこりして帰るよ。美味しい寿司食べてムスッとして帰られたらそう怒るで。あ、いや全然会うてなかったもあるから、あ、ちょっとね、親孝行がてら、こういう機会を作ってくれたもん、ほんまありがたいな。まあ、それはいいですよ、うん、親孝行まあまあしてるけどな。そうやな。あなたとお兄ちゃんの借金まあまあ返したからね。あ、まあそれはな、うん、それはまあな、だからな、あんまりこの親父のね、チブには触れんようにしてほしいな。まあ俺もマサルのことは随分苦労したけど、まあそれまあ許してくれ。うん、いろんなことあったからな。いやいや、ええねんけどね、うん、いや、遺伝ってすごいなっていう話や。ああ、そうかいな。それぞれに遺伝するからさ、うん、そういうところが。お父さんもものすごいお人よしやんか、うん、まあもう人が困っとるの見たらな、もうそやろ、黙っとられねえな。保証人になってえらい目おてんか。ああ、まあそれもあったな。大阪魚市のまあまあ偉いさんやったのに家にそんな金がないっていうのがさ、
あのね、近所の人に振る舞いたい言うて、そのマグロ一匹に買うてきてで解体ショーをガレージでやって、はい、すごいですね。ほんで、おかんが大丈夫かと、うち金ないよと、大丈夫よ、これはもう飛ぶように売れるよって飛ぶように売れてるけど、ほぼタダで渡してる、ま、マグロ一匹。ほんでもうおかんにブチ切れされてタダ振る舞ってるだけやないか言われて、もういい、もう負けとか半値でいけとか言って最後もタダやったもん残しててもしゃあない言うて、だからすんなっておかんが言うねんて何のためにこれやってんの。でもあれ何年かしたもんな。何年かしたあかんねんだからうち金なかったよ。一部上場の会社の偉いさんやで全然金ない、当時飲んでたカルピス薄い薄い濃いの飲ませてもらわねえかったから。まあいい思い出やな。いい思い出ちゃう子供はいい思い出ちゃうねん、ひもじい思いしとんねん。一回ね、お母ちゃんに寿司来るからごめん。ああそうやな、手出していただいて、うわ、はい、そのまま召し上がってください。ありがとうございます。お塩ついてます。うわ、これこのパターン、うん、あ、うまい。ありがとうございます。これふわっと握るからですもんね。わあ、あれこれ口の中でね、シャリのね、粒がね、粒一つ粒がね、ウニから、ウニの香りで 粒が絡んでね、うん、ちょっと俺来るから、ごめんなさい、おしゃべり中ごめんなさい、はい、うわっこれはうまいわ。うまっうまっ。もうほとんどミョウガの匂いないもんね。そうですね、まずこれ根室のエゾバ風味です。嘘みたいなほど受けますね、うん、口どけがいいですよ ね、 あの昔のアルバムをね、高校ぐらいの時かな、こう見てたら、俺がちっちゃい時はもうふっさふさやったもんね。そうそうそう、もう剛毛ぐらいふっさふさで、うん、30手前ぐらい。そう、30手前ね。そこまでふっさふさやねん。次のページで急…喋ってんねん。いや今エピソード話してんの。いや、あまりにも乗れそれ…乗れそれや。良すぎたから良すぎた、良すぎたけど、俺のトークふっさふさから、うん、次のページ見たら、ん、急にこの辺まで上げてこの1年で何があったんやと思って急に上げたよね。もうあれね、やっぱり、まあ、睡眠不足もあるやろうけど、あ、まあまあ、その朝早いしね。ほんでね、バイヤーとかね、部長クラスと付き合いだしたんや。ほんだら彼らは夕方ポッと終わったらさ、あとは食べ物どっか行こうかで、あの、まあ飲みにも行きたいしね。ほんで12時ぐらい飲んでな、うん、で2時ぐらい一番行くでしょ、うんうん、寝るもない、寝るも 2時間とか3時間で会えたの。でも、ね、あのおじいちゃんハゲてたやん。あ、親父はちょっとハゲてたやん。ハゲてたやろ、うん、じゃあそういうことやん、うん、さあそうか寝不足は関係ない遺伝か、うん、遺伝遺伝、さサラブレって言ったから、俺はドーピングでこうなったけど。あ、まあ普通に宮坂。宮坂です。宮坂やんか。宮坂じゃなくて宮坂やんか。これどこの酒ですか。長野です。長野。辛口。ああ、この大きさがいいわ。鈴ですね。鈴だねこれね、はい。いただきます。うわあ。いやすごい。これね、すげえっていう。これはすごいわ。ありがとうございます。綺麗がすごいですね。うまっ。これはね、名前のより聞きたかった、ね、うん、信広やん、うん、で俺ひろゆきやん、ひろ、うん、は同じ字やんか、うん、そうでしょ。ひろゆきっていうのはなんでひろゆきやん。ゆきはな、ひろってのはまあいろんなことに対象で自分で学びながらするというはずなくやん。それも自分の名前と一緒やん、うん、そうでね、うん、でゆきっていうのは思いを込めながら末永くね、大事に いけたらいいなと。で、いろんなあったけど、結局雪っていうのはこう書いて下がずっと太くなるよ、うんうん、そういうのを込めて雪になったんだよ。あ、そういう意味やった、うん、お母ちゃんはあの拾われたが雪の部屋から拾い雪ってつけたそれはないわずーっと言ってたそれはそれは俺マジであの子供の頃悩んだことあったんだ字は変えてるけどねって言われて、うん、で端の人で拾ったんだ。そう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 よう言うてたやんか、ま、俺が悪さばっかりするからやけどああそう、あのそういう意味ない。お前悪いことするから端の人で拾ってきたやつだお前だけ家族ちゃうやいやお前包み食いたやろ。ここにいるのが辛くなってめちゃくちゃうまいぜ。やめてめちゃくちゃうまい。のどぐろ。はい、のどぐろです。のどぐろやで。進み来い。
いいですか。むっちゃ食いたいけど、3分の1の俺の家にはもう無理や。これも油のあれがいい。やばい。油だけどこれな。のどぐれやぞ。むちゃくちゃうまいぞこれ多分。いいです。うわあ、初めてですもこんなの。うわあ。いただきます。これ油が上品な油へ感じ。リアクション待ったらいいけど。リアクションがな。びっくりして引くやろ。おいしい。ありがとうございます。分かってね。でも俺今アナゴは多分銀体やね。アナゴは行ってきた。のどぐろも好きやねんけどな。初めて話したのどぐろの寿司って。え、めちゃめちゃ美味しい。ありがとうございます。本当にいいんすか。後日来る俺は。いいですか。いただきます。どうもよ、こんなやもん食って。本当ですよ。これはなんか贅沢やね。噛んでいただくとどんどん甘みが。いただきます。むちゃくちゃ食いたいで。うまい、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 うん、はよよいや。かかるな。なに中のな、味噌が出るまで待っとって。噛んでな。ありがとうございます。こんな食感のエビ初めて食べました。いや俺この感じのエビは見たことなかったから食いたかったけど、アナゴ残しとかないと。これまあ後日はプライベートで。あ、もうぜひよろしくお願いします。お願いします。ええなぁ。俺のいい伸びひんかな。調子いい時あるんですよ、この砂夢が。はい。時は普通の人ぐらい食べれるんですよ。へえ。体調によってここが締まっちゃうんですよ。そう、お酒召されてるのと召されないのまた変わるんですか。いや、あんまり食べるとき食べるよね。食べますね。まあ、でもその後苦しそうですかね、やっぱり。まあ、それは食べ過ぎると思う。調子いいときは結構食えたりするんですけど。あー、来た。来ました。はい、うわ、熱々です。え、なんかグツグツいってます。それ、下の葉っぱなんですか。笹ですね。笹。はい、少し笹で焼いてございますね。はあ。うわ、やばい、これはやばい。これは見た目以上に熱いんで気をつけてください。はい、ちょっと熱いので。熱いです。これはえぐい。いやこれは結構いい穴がね。そうですね、長崎対馬ですね。あー、そうやろな。結構大きい穴がね。いや、うお、待て。あ、もう聞いちゃった今。わざとか。わざとやったらすごいわ。いやいや、もう蒸気を意してるな。とろけるけど皮目しっかり焼いてるから、 そうですね、そこの食感がのアクセントが最高っす。ありがとうございます。これはうまい。パリパリや。あ、はい、パリパリに。ほんとだ。うわ、そやねん。あの、いや、うまいとこはたくさんあるけど、でもふわふわのパターンばっかりですもんね。そうですね。うわ、またパリパリはすごい、ね、初めてです、こんなの。途中から皮目の食感が。うわ、通常ですとこう両面炙るんですけど、うちはあの身を炙らずに皮目だけじっくりじっくり火を通して、ね、お出しさせていただいて。素晴らしい。おいしい。ありがとうございます。ありがとうございます。最高すぎたな。食べれた、嬉しい。さあ、一通り、堪能しました。はい、最高に美味しかったです。いや、本当どうもありがとうございました。ありがとうございます。いや、ね、どうでした。幸せです、うん、どうでしたか。いやいや、もう久しぶりだってね。でまたこういうね料理をまさかと思ったけど嬉しいですね。本当にありがとう、幸せです。ありがとうございます。この動画を、面白いと思ってくれた方はチャンネル登録並み高評価よろしくお願いします。せーの、宮迫です。ほんまに宮迫やから。